ヤーコフ・ブラディミロビチ・フリエールは、ソビエト連邦のピアニスト、音楽教師。聖のラテン文字転写については、フリアもしくは、フリアーとする場合もある。1912年、モスクワ州レイ・ホボ・ズイエボ生まれ、父は、芸術学者、文化学者として、有名なアンドレイ・フリエールである。1934年に、モスクワ音楽院のピアノ科を卒業し、 同音楽院研究家で1937年までコンスタンチン・イグムーノフの下で学んだ。1935年からは活発な音楽活動を行い、モスクワフィルハーモニーのソリストとして国内外で演奏した。1930年代までにロシアで最も著名な演奏会ピアニストとなる。コンクールへの出場としては1936年に ウィーンで行われた国際コンクールに出場して優勝した。その際の2位はエミール・ギレリスであった。1938年にはブリュッセルで行われた異在国際コンクールに出場し3位となった。この時はギレリスが優勝した。1949年には手の故障によりソロ演奏活動を停止し室内アンサンブルの演奏に転身した。しかし、 1959年には再び出演も、している。1960から1970年、ベルギー、チェコスロバキア、ハンガリー、日本、イギリス、フランスなど多くの国で演奏を行った。また、1937年からモスクワ音楽院で教えていた。母校のモスクワ音楽院にて長年にわたって行進を指導。主要な門人に、 ロディオン・シチェドリンやヴィクトリア・ポストニコは、ミハイル・プレトニョフ、イルゼ・グラウビン、リフ・ブラセンコ、ミハイル・ファエルマン、ベラ・ダビドビチ、レジーナ・シャムビリ、ショシャナル・ディアコフ、ムーザラ・ベッカラがいる。シューマンやショパン、リスト、ラフマニノフなどもっぱらロマン派音楽の演奏家であったが、それでも、同時代のソ連の音楽、例えば、ハチャ・トゥリアンのピアノ競争曲や、とりわけ、 カワレフスキーの作品を演奏している。同世代のエミール・ギレリスとは互いに公的手であった。1960年代から1970年代にかけて西洋でも演奏するようになった。ありがとうございます。